前回のカズクラ、カズさん久々にようやくネザライト装備。カズクラ何度も何度も成仏してネザライトなくしちゃうんだ。ほんで何本目だろうな。ようやく復活した。カズクラさんはエンチャントの謎をついに紐解いた。あ、なるほど、やっぱエンチャント弱くなってんだな、あの方法じゃ。よし、今日はしっかりとエンチャントをかけリベンジ行ってみよう。えい、はい、というわけでどうもカズクラでございます。おりおり、ネワゲンかい。おりおら、お前たち、お前たち、お前たちただの八つ当たりです。これめっちゃ溜まってく、めっちゃ溜まってく。これもうちょっと溜めさせて。これもうこんなもんでいいやろ。おお前たち、どんだけ経験値。あ、いでいでいで、待て、ダメダメダメよ。めっちゃ効いた今一撃。こーわ。あ、帰ろう。危なー、なんかいろいろ。怖いよー、お前たち。ちょっと待って、ライトも欲しいんで。ライトじゃないや。黒曜石、最近少ないんで。よーし、こんだけあればもう十分だ。ちょっと今、現世の世界行って、ちょっと体勢立て直そう。ウィザー、許さんねんかやから、お前。許さねえからな、お前ら。ティンティン、すや。カズクラ。遅れた。さあ、というわけで、ものすごい数のこれネザーライトがですね、はい、はい、インゴットがなんということで4つもできてしまった。ということはだよ、フル装備いけんのよ。頭でしょう。いや、まあいいか、中古でも。体でしょう。ほんで、レギンス。ほんで、靴。はい。こちらで参ります。いや、もしも用に、装備をね、整える大作戦。いや、でも今まで結構作っていたのに、なんであんな奇跡的になくなるかな。はい。あ、こいしょ。どこいしょ。よっこいしょ。はい、これ4つ、出来上がりましたね。で、これじゃまだ終われない。スーパーエンチャントコーナー参ります。だ、今回あいつが脱出したら、ね、もう直にオラがね頑張るしかないと思っている。この前トリオにね頑張っていただいたけど、オラが頑張るしかねえよ。よし、ならこんなんじゃまだ満足できねえから、はい、エンチャント剥がさせてもらってね。すげえのつけてっからいくよ。ダメージ軽減 OK、 ありがとうございます。意外と、もっといっぱいゴリゴリってつくイメージだったけど。ありがとうございます、ダメージ軽減。おー。はい、はい、はい。嘘やろ？火炎耐性はいらない。ごめん。せめて爆発耐性なんや、今回。うん。あれ？まあ、ダメージ軽減でもいっか。はい、ラスト1回。火炎耐性ダメだって。あ、オッケー。耐久、こう、おまけでつくでしょ。ドーン。ダメージ軽減だらけ。これダメな気すんだよ。そう、師匠島になかったっけ。師匠島にさ、あ、上に書いてある。あった。お前だ、お前。爆発再生な。結局剥がすっていうね。うん、結局剥がすっていう。結局剥がさせても、やっぱこうやって直接つけるのが一番間違いないよね。爆発耐性、はい、はい、こちらも爆発耐性。こんでだいぶ対策できたでしょ。修繕なんかもちょっとそれぞれに、つけちゃってさ。あ、えい、鉄ない。もう他のこのカチュ借りよう。貸してドズルくん、貸してカンカン、どこにゃんの。あ、残念室の上のやつ貸して。残念しに行こう。悔い改めよう。私カズクラは勝手にカンカンを借りたことをここに残念します。すいません。そして今回ウィザースケ失敗したらお二方に任せようかと思っております。申し訳ございません。いい懺悔した。あー、いい懺悔したわー。うわー、二
誰に任すって言っちゃった今。お二方に任せようかと思っております。いやいや絶対成功させる。つまり弓矢がねちゃんとないっていう。チャイン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 、強そうで伝説の福井体験もあるからな。あ、ほんで弓矢とかも前散ったんだったっけ。そういえばな、散ったんだったわ。ではこれを持って参ろうか。次こそは成功する。アドバイスもねいただいたよ。アドバイスも参ろう参ろう。カズクラ、さあというわけで、あ、おお、びっくしゃー、焦る、おお、びっくりした、ダメよー。あ、そうだ、このブロックでちょびっとだけちょっと埋めとこうか、前壊された分な。まあ本日もね、早起きで、私やってるんですけど、はい、メインの極みさんね、どうやったら早起きできますかと言ったろ。早寝、9時に寝ればそれで OK。 もしくは8時、夕方の8時、夜の8時か、夕方言ってしまった。それに寝れば起きれるから、うん、ある程度早く寝れば起きれるから。あ、でこっちだな。うーわ、荒れちゃってるじゃんここが。オーマイガー、ちょっと待って、ここちょっとまず綺麗にした方がいいよな。まずこの時点でもう若干アウトだもんな。ちょ待って待って、この状況が全然よろしくないわ。でもこの今回ね、この黒曜石持ってきたんだけど、これ自体がね結構あのいけるんよ。実はこの爆発耐性ついてんのよ、これ自体がね。でこれを今回ね、まあとっとこはめ太郎するんだけど、もう一個ね爆発耐性の能力がこれ強い気がするから、これを使わせてもらおうっていう作戦でございます。視聴者様ありがとうございます。こっちの方がいいですよっていうアドバイスもらえたんでね、これで行かせてもらいますよ。これでこんでもうウィザーもびっくりでしょ。生まれた瞬間も牢屋みたいな。予想以上にこの下がぶっ壊れてたから、待って、なちょっとなここ直すわ。さすがにもうちょっと綺麗にするね、ここらへん。もしくはよ、もう一個いい作戦考えたわ。前めちゃめちゃ時間かかりそうやったやん。で今回の装備なら箱殴りできるんじゃねえのかなと。うわ、それいいかもしんないな。あ、でも横にグイーンって移動する、なんだろう、全てのブロックをぶっ壊すあの技を使ってくるような気もする。うわ、どうすればいいんだろうこれ、悩む。どうすればいいんだろうこれ今回。まだ足んねえだと。よーしよしよし、できたぞできたぞ。さらにここら辺を、待って、どう埋めていこうかな。こう、さらに埋めといた方がいいのかな。とにかくちょっとね、これ配置していこうか。こうして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 、こんでいいんだもんね、正直。オッケー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 、参りますよ参りますよ。この装備も変えちゃって、オッケーオッケーオッケー、参ります。行くよ行くよ、閉じて閉じて、はい、どう、なんか嫌な予感するんだけど。受けてるね、ダメージ。あのダメージが減らんくなったらピンチやと思え。減ってる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 、頑張れ頑張れ、耐えろ耐えろ耐えろ、あの近くだったら壊れることあるから、お前らお前変なヘイトを生むなよ、お前ら気をつけろよ。エンダーマン、お前前もここら辺までは行ったんだよ、ここら辺までは。まかんかったら、出てくる素振りがあったら、もうこれでもう殴り、福井体験で、これで殴りにかかる、オラは。怖えよ、前出てきたんだって、これから。ようやく、半分に到達しました。今のところ安定してます。ただ、変身があんだよな、この後変身が。どう、ここら辺から変身するんじゃない、なんか、ウィザーとかも召喚してさ。いけてる、いけてる。やばい、
いけそうです、これ。ちょっと待って、いけそうです、もうこれ。お、お前、お前、お前。何やってんだよ。どんな顔、どんな顔してんの、今。どんな顔してんの。あ。こんな綺麗なの、中。めっちゃ綺麗。やったー、ポーチでようやく倒せた。めっちゃ綺麗にいった、今回。はい、というわけで本日もうこの装備もいらんかったな。はい、こんな感じで終わりました。前の多分悪い原因は近くにいたからだと思うわ。まあ、今回黒曜石も良かったと思うけど、ちょっと離れたから、ヘイトをね、別の方に向けることができたということで。いやー、できたできたー。いやいやいや、よかったよかった。てんてんてん。はい、これでですね、合計、2つものが、できておりました。エンドします。ありがとうございます、帰宅部さん。そしてもうローソンもできちゃったの、これ。ローソンもだからローションだからローション。うわ、天才か、天才か、これすげえ、できてる、できてる。しかも飲食 OK なとこだ、これ。はーい、というわけで本日こんなところで終わりたいなと思います。いやー、よかった。またこれ使って、まあ、いろんなとこビーコン立てれんな。ほら、ちょっと頑張るぞ。というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイ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 キン。